僅差の争いで、そんな中でもトップを守っているのは宮内梢、3万点ジャスト。2番手が泉、その後二階堂、秋、ルミと続いています。白が重なりました。二階堂、秋です。おー、運送から切っていきました。これはどういう狙いでしょうか。運送ですか。ちょっともう一回行けばみたいな。まさかかすかに見えるポクシム層じゃないでしょうね。ちゃんとチート、ドラが3層ですからね。結構諦め気味な感じで進めるんですかね。おあんまり前に出ていってっていうのも、うん、まあ面本チートイツぐらいになれば、うん、いいなみたいな。そう、石井プロもハイパイもらった時点で、はい、今回はもうしょうがないなこれはというふうな、早めにまあ見切りをつけることってありますか。ああ、もうしょっちゅうですね。しょっちゅうですか。ああ、でもそれって大事で、まあアマチュアレベルはやっぱり何でもかんでもシャニムに行きますからね。いやでも、そう言ってれば上がれてた形とかもあるじゃないですか。いやでもね、長い目で見ると毎回は無理ですよやっぱり。まあまあまあそうですよ、4人に1人しか上がれない、ね。さあこれどうします。カトラの観覧層は、覧層が2枚切れ、2枚見えてるで、本一に行きたいけどウーピンも切ってる。うん、そうですね。やっぱり秋はドラメンツは大事にするタイプですから、両面とか切ってきますよね、まあ、とりあえずは切っといて、で、まあ、ピンズ伸ばしたり自敗が泣けたら本一っていう感じが、もう一回改めてピンズの伸ばすっていうことを考えてるんでしょうね。さあ、いよいよルミも面本チートイツが本格化してきた感じですよね。なるほどね。結局今の自分の手の価値がどれだけあるかっていうことを毎回その判断していかなきゃいけないんですよね、はい、それによって安牌残したすか全力で構えるかがだいぶ変わってくるんで。なるほど。やっぱりこの手の仕上がりをイメージするってことが大事なわけですね。そうですね、仕上がり最終的には2600かなみたいな。そうですね、あとどれぐらいの順目で上がれそうかとか。あ、順目それで予想大体つくもんですか。まあ、悪ければかかるかもしれないし、転敗もしないかもしれないしっていうところですよね。ざっくりとでいいんですよ。なるほど。ただそうすることで若干安牌残しとこうかなとかっていう、その受けにもつながるんで、はい、やっぱそういった根踏みは大切ですよね、手の。なるほど。宮内、イシャンテン、チュンは誰にも打たれてない、まあ、今8巡目から9巡目なんですけども、この辺りでピタッと手が動かなくなって、この曲はダメかなった時のそのやめ時が難しいんですよ、梶本プロ。最初はなんか頑張ろうと思って普通に打ってたけども、どうやらダメそうだぞって、どこまで粘るかってことですよね。これがもうちょっといって3段目ぐらいになると諦めもつくんですけれども、連敗しましたね。ドライ1ですから、おっと闇点、リャンソーが場に3枚。さっきのリャンソーの思い出が。さあどうする。ありますかね、そういうの。連敗取った。ありますか。リャンソーが2人、これで同じな点ですね。さあ宮内がドラの3層引くと、あ、リーチだ。リーチ。仕掛けが入ったので、ね、これで。あ、ルミも転敗、本転。トン、初は場に1枚、ペイも場に1枚、1枚ずつですね。ルミはペイ茶ですから、どっちが上がっても残球、はい。でもルミさんすごいですよね、あのハイパイからどうしてマンズにしたんだろう、うん。さあそして宮内がサブローピンの転敗を入れる。ぶつかった。これは一気に局面が動いた、一気に3人転敗、全員転敗ですよね。全員転敗です、ね、二階堂がでもこれ転敗維持できるのか。そうか、全員転敗か。観覧層頑張れるのか。いやー、頑張りにくい。そうです、ね、これは無理です。さすがに、
これは打ちやすいですけどね。泉がなんで一巡回してたのかっていう、やっぱりなんかね、うん、ちょっとなんか考えますよね、理由があるんですよ。気持ちよくリーチかけてないのは何だろうっていう。じゃあ9万だったらリーチ行くんじゃないって思えば9万も投与しやすいですよね。9万短期とかじゃなければね、それ6万だったら行くでしょっていう、まあただその理由っていろいろね、やめてる理由っていっぱいありますからね。そうなんですよ、ま、もう満願の両面だから闇転にしとこうとかっていうのもありますから、はい、一つの理由に思い絞りすぎてそれに思い込むのは危険ですけど、はい、まあ、考えることは大事ですよね。さて、つぼにも力が入りました。二階堂ルミ、そしてまだつぼれません泉、そして宮内もね、上がれそうなサブローピンなんですが、ね、秋のところに全部行っちゃってるんですよね、これね。しかも復活ができるかもしれない。ルミにただこれドラ。どうする？勝負か。いや、行かない。これはさすがにちょっと。そうですか。そうすると泉対宮内になりました。ただ天杯復活するかもしれない。そうですね。そう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 。宮内は頑張れるのか。6万投資やすいですけどね。今ルミにもちょっとやめた気配がね、手からペイですから出てるし、マンズ打ちやすい、はあ、パ3万取っててパーマンがね、3枚見えてる状況ですか。2枚か、ごめんなさい、2枚ですね。ああ、頑張っていればありますね、こういうことでもしょうがないですね、うん。もう一回ローマン切って、はい、あ、これ3ピン打つと当たりなんですが、そうですね、あ、行きそうです。ただ、ね、宮内は先天の方ですよね、これ。だから脳天マップに比べたら全然、失礼します、というふうには思いたいところですね。もう前向きに、ね